愛坂峠愛坂峠は、兵庫県辰野市新宮町から、佐用郡佐用町へ至る峠。標高は180メートル。愛坂峠国道179号を西北へ、伊保郡新宮町から、佐用郡三日月町へ至る峠が、愛坂峠である。愛坂という古称は、伊保郡と佐用郡の間の坂のことと思われがちだが、これは、奈良時代のハリ風土記に登場する。 愛山から由来したと思われる。鎌倉時代には、上級の変で、後鳥羽上皇が、北条義時のために、き塔へ流される時この西、クリスの愛坂を越して、三日月の東部にある無垢の大木に腰をかけて休み、静かに愛坂を振り返り、京都の東の大阪と同じ名であることを聞き、立ち返り腰行く席と思わば宿に聞きし、大阪の山と歌った。 これは、今はたとえ、壱岐島に流されてても再びこの愛坂を越してとに、帰りたいと念願されたものと推察される。しかしその機会がなく、亡くなったことは名残惜しいことである。その約100年後には、現行の変で、北条高時のために、古代後天皇も壱岐島へ流されるときここを越している。なお、江戸時代には、中国山陰地方の諸大名が、 三勤交代のためここを越している。愛坂峠は古来稲葉街道中の難関として世に知られ、急勾配の春間な坂で昔は牛馬と籠でここを越していた。明治時代に荷車が通行するようになると、道幅が狭いため通行が困難となり、明治14年、明治32年の二度の改修工事が行われた。愛坂峠案内名番より、ありがとうございます。